Hey guys, if you'd like to help support my channel, please turn off ad blocker. Also, you can donate to my Patreon for as little as a dollar or as much as $100. Also, you can look at the links below and using those links will help support me. Now, back to the video. いってすりむいちまったか。ブーンに、いや、これくらいなら唾をつけとけば治るか。大怪我ならまだしも、この程度のすり傷でクオンの手を煩わせるのも悪い。何だ。それに何やら楽しそうに鼻歌なんか。ん？ああ、なるほど。仕事中だ。どうしたの？そんなとこで。入ってきたらどうかな？じゃあ、ちょっと音が気になってな。邪魔するのも悪いだろ。そうなんだ。すぐ終わるから、ちょっと待っててほしいかな。なあ、それは何の薬を作ってるんだ？さすがに調味料ってわけじゃないと思うな。これは新しい傷薬かな。ちょっと前に珍しい薬草を見つけたから試しにと思ったんだ。さすがだな。常に準備を怠らないわけか。もしかして白には珍しく見えるものばかり？うん、どうもそうだが、この妙な木の実とかはどんな効果があるんだ？ここにある手前、薬の材料っぽいことはわかるんだが。それはイコルアシプ。口に含めば解熱作用、体の熱を下げる薬効があるかな。口に含めばって、森でこんな木の実見つけても毒にしか見えんぞ。これ効能を聞いてもとても食いたいとは思えん。だからこうやってすりこぎで潰して粉にしたり丸薬にして飲みやすくするの。他にも鎮痛作用のある天麻やピワ用とかも加えるとよく効く風邪薬になったりするんだ。ただし形成の美女すら顔面崩壊させるほど苦い薬なのがたまに傷かな。どんだけ苦いんだか分かるような分からんような例えだな。口にしたくない感じはよく伝わってきたが。ようやく口に苦し。いい薬は大抵ひどい味がするものかな。風邪にならんよう十分注意させてもらうとするよ。それが一番いい方法。病気や怪我なんてしないに限るもの。しかしさすが詳しいな。ここにあるものの全部の名前や効能とか分かるのか？私の薬師の先生、お母様に教え込まれたんだ。普段はとっても優しいんだけど、教える時はとても怖くて、間違えたら叩かれて、時には朝まで付きっきりで教えられたこともあったっけ。かなり厳しい先生だったんだな。うん、でもそうしなくてはならないかな。薬師が扱うのはとても危険なもの。ほんの少し分量を間違えただけで大変なことになるから、教えるときは細心の注意が求められるの。大変なこと？強すぎる薬は毒と同じだから、その分量によっては廃人に変えたり死に追いやったりもするかな。しか、確かにそれなら指導の厳しさも頷ける。うん、だから人の命を預かる薬師の指導に厳しすぎるなんてないんだ。それは分かったが、母親にそんな厳しくされるってのは嫌なもんだ。反発して薬師なんてなりたくないとかならなかったか？そう思ったことはなかったわけじゃないけど、厳しい理由はちゃんと教えてもらったし、薬のこと以外ではとても優しいお母様だったから。
風邪で寝込んだ時なんてずっとそばで優しく看病してくれたもの。うまく薬を調合できた時は自分のことのように喜んでくれて、まあ健康のためといって苦い薬を飲ませてくるのはごめんなさいだったな。クオ。うん、なんでもないかな。うん、これで出来上がり。はい、ハク。さっきの傷薬、自分にか。ハクは生傷が絶えないみたいだし、持ってた方がいいかなって。遠慮なく使ってほしいかな。なくなったらまた調合するから。そっか、ありがとな。そんじゃありがたく使わせてもらうよとは言ったものの、この傷薬、前みたいにものすごく痒くなったりするんじゃないか。今すぐには使いたくないような。さて、そろそろ行くか。片付けなきゃならん仕事も残ってるしな。ちょっと待って。ハク、腕を見せてみて。なんだ、よく気づいたな。と言ってもほんのちょっとすりむいただけだ。わざわざ薬師様のお手を煩わせるようなものじゃないぞ。この程度なら自然に治るのを待てば。ダメ、いいから座って。大事の前の障子、小さな怪我と侮っていると後の大きな怪我につながることになるから、治せるうちに治しとかないとね。それも薬師の教えなのか。そういうこと。それじゃあ薬を塗るからじっとして。もはや何を言っても避けられそうにない。そのできれば痒かったりしないのはいいんだが。この薬痒くはならないかな。本当か？じゃあたっぷり塗っても全然平気なやつだな。それは保証できないかな。え？いや、しみる。なんだこの薬、しみるというより痛い。やっぱりしみる？これはよく聞くんだけど、ちょっとだけ刺激が強いのが難点かな。難点って改善とかは言ったかな。ようやく口に苦しって、ちょっと癖があった方がよく効くんだから。そうは言ってもな、この際効かなくていいから。痛くも痒くもない軟膏だな。はい、包帯を巻くから我慢我慢。いい加減な処置で済まそうなんて思ってはダメかな。大切な体なんだから。まあそりゃそうなんだが。えいっ、もうそろそろいいかな。これでよしっと。次に怪我をした時は大したことないからって軽く見ないで、ちゃんと店に来ること。了解です。あんちゃん、いるかい？なんだ、また何かの依頼か？そういうのはクオンのいる時にしてくれ。いや、何、今日はアンちゃんの方に用が。ちょいと野暮用に付き合ってくんねえかと思ってな。ウコンがそうやって遠回しに頼んでくる時は大抵ろくでもないことのような気がするが。まあそう言うな。気になることがあってな、見回りに繰り出そうと思ったんだが。どうで、一緒に行かねえか？ウコンとしての活動はアンちゃんに譲ったが、見回りだけはやめるわけにはいかねえからな。
みんなで洗ってゴロゴロしていられると思ったらこれか。なーに、軽くぶらつくだけの簡単なお仕事だ。その後でキュッと一杯引っ掛けて、もちろん俺のおごりだ。おごりだと。まあ辺りを見回るくらいなら本当に見回りだけなんだろうな。ああ間違いねえ。まあ仕方ないな。気は乗らないが、他ならぬウコンの頼みだ。付き合ってやろうじゃないか。さすがあんちゃん、話が分かるね。じゃあすぐに支度をしてくれ。詳しいことは道すがら話すからよ。まあ分かった。いや、ご禁制の品ってお前。声がでかいぜあんちゃん。とにかく密かに持ち込まれてるって話ってな、それを聞き込みに行くってわけよ。お前さっきちょっとしたただの見回りとか言ったよな。いや、こいつは見回りついでだからな。別に嘘なんかじゃないぞ。こいつは出た、そのブツなんだが、実のところまだよく分かってね。なんでも生物って話なんだが。なんだよその生物ってのは、ってツッコミを入れたいとこだね。生物ってことは、ご近世の食い物、またはそれに近い、どっかの道楽者が幻覚が見える葉っぱだの、怪しいキノコでも持ち込んだか。それで話は分かったが、何をさせるつもりだ。なに、これからのことも考えて、今日のところは下町の連中との顔合わせだ。とりあえずは俺の連れってことで、隣で相槌でも打っといてくれ。にしてもいたのがあんちゃんだけでよかったぜ。どっかの姫様みたいな姉ちゃんたちを連れ歩くのは、なんていうか世界が違うっていうか、明らかに浮いてるからな。おい、まさか自分を誘ったのは。決して高貴に見えないとか遊び人っぽいからと言ってるわけじゃねえぞ。いいじゃねえの、親しみやすい面で。あんちゃんはなかなかにいい男だと思うぜ。実際男衆に慕われやすい感じだしな。それは褒めてるのかけなしてるのかどっちだ。おや、ウコンさんじゃねえですかい。お久しぶりで。ウコン様、いつぞやは大変お世話になりました。ああ、ウコンだ。ウコン、遊んで遊んで。ちょうどマムツーを吹かしていたところだよ。食べてきなよ。よかったら団子も一緒にどうです。こっちも出来たてですよ。おう、すまねえな。それじゃ遠慮なく一つもらっとくぜ。どうせなら一服してったらどうです。すぐにお茶が入りますや。ありがてえと言いたいところが、ちょうどたちが田舎から出てきててな、のんびりしてるわけにはいかねえ。いろいろと案内してやりてえんだ。そいつは残念。そういうことなら仕方ないか。茶はまた今度しそうになるぜ。それよりお前ら、ここ最近変わった話を聞かねえか。こいつが土産話を聞きたがっていてな、いつものように帝都の珍しい話の一つや二つ聞かせてくれよ。そういうことか。まだ話を合わせるか。面白い話が好きでね。都ならそういったのが聞けるかと思ったのに、ウコンのやつはさっぱりだな。最近留守がちだったんでな。変わった話ですか。この辺りはウコンさんが睨みを聞かせてくれてるおかげで平和そのものだしな。取り立てって変わったことは。じゃあ別の会話か。こいつをビビらせるような刺激たっぷりなのが聞きたいんだがよ。そういえば最近外れ長屋の連中が何やらピリピリしてたね。ああそうだ、そういや気なくせえ感じだったな。何やら羽振りのいいゴロつき連中がいて管を巻いてるってな。おお、そいつは面白そうじゃねえの。さすがはオシドルだ。幼子から熟女まで虜にするとは。なんでこっちは親父連中にふえふえと
茶だの菓子だのを勧められてるんだ。ありがとうよ。よし、行くぜ、あんちゃん。うん、やっと終わったか。おばちゃんの話が長いのはどこも変わらないみたいだな。ほれ、ウコンのだ。マムトゥーも団子もなかなかいける。おう、ありがとうさん。あんなのでよかったのか。適当に話を合わせてもらい物食ってただけだが。おお、上力上力。次もあんな感じで頼むぜ。あれでよければ楽なもんだが。さて、そんじゃあんちゃん、次に行くぜ。よう、いるか。誰でいい。おっと、これはウコンの旦那。最近来ねえもんだから、どっかのモンモンにでもやられちまったと思ってましたぜ。兄貴、どうしてたんでやす。ここんところめっきりお見かけしやせんでしたが。ああ、悪い悪い。これがこれでよ。旦那、女がいたんですかい。冗談だ冗談。本当は少し都を離れてたな。この辺りの連中は少々柄が悪いか。とはいえ危ない連中ではないみたいだな。あら、ウコンちゃん、会えなくて寂しかったわ。ずっとご無沙汰だったじゃないの。どうしたの、かわいい坊やまで連れて。全言撤回だ。別の意味で危ない。おう、こいつは都を離れてた時にダチになったハクってもんだ。よろしくしてやってくんな。ハクだ、よろしく頼む。旅の途中でウコンと意気投合してな、都のあちこちを案内してもらっているところだ。まあ典型的なおのぼりさんだな。気兼ねなく接してくれればいいさ。いやいや、旦那の出しとあっちゃ無限にはできやせんぜ。これはよく磨けばウコンちゃんと同じくらいいい男になるじゃないの。もじもじしちゃってかわいい。私好みね。もう打ち解けるとは、さすがあんちゃんだ。ちょ、どう見たらそう見える。なあ、そうそう、こっちの方は最近どうだい。そんなに変わり映えはしませんがね。お座敷もてっかまも。ああ、でも新しくできたところだけは近づかない方がいいわよ。新しくできた、何のことだい。川沿いのでっかい酒蔵のことでさ。以前は西から来た樽酒を荷下ろしして貯蔵しとく場所だったんですがね、元の蔵元が閉じたとかでずっと使われてなかったんでさ。その酒蔵を最近根城に使ってる奴らがいまして。荒っぽいやんちゃな連中で、今じゃ好き勝手にやってやすぜ。どうもこの辺りのもんじゃねえようですが、今じゃ肩で風を切って我が物顔で歩いてます。羽振りがいいんで派手な喧嘩をやらかしても目をつむってやしたが、そろそろ礼儀ってもんを教えてやんねえとって話してたところで。どっかのお偉いさんの後ろ盾があるのは間違いないみたいですがね。まあとにかく賃金もへったくれもない連中でさ。そいつは少し気になるな。おめえら悪いが、その件しばらく俺に預けちゃくんねえか。え、まあ旦那がそう言うんでしたら。ありがとうよ。それじゃあもう少し詳しいとこも聞かせてくれるか。じゃあとは任せてくれ。くれぐれも端緑な真似はしねえようにな。へい、すいません、ウコンの旦那にはいつも世話になりっぱなしだ。また来てください、いつでも待ってやすい。坊やも、お座敷に飽きたら遊びにいらっしゃい。いっぱい歓迎しちゃうわよ。なんだ、暑くもないのに嫌な汗が止まらない。しかし随分と慕われてるんだな。そうかい、そう感じたんなら嬉しいもんだ。それこそが
親父殿の生き様だったんでな。そうか。そういうあんちゃんの方こそ気難しい連中ばかりだってのにすぐに打ち解けてたじゃねえか。正直驚いたぜ。あれなら仲良くやっていけるな。いや、それはちょっと遠慮したいというか。とりあえずはこんなところか。なんとなく目星はついたが、さて、さっき言われてた酒蔵の件か。まあな、他からの調べと合わせて考えても間違いないだろう。あいつらには任せろって言ってたが、どうするつもりなんだ。そのあたりはまだ何とも言えんな。もう少し詳しく調べてみないとってとこか。まあ心配いらんとは思うが、あまり無茶なことはするなよ。一応は世話になってるからな。無理のない範囲でなら手伝ってやるさ。そいつは当てにさせてもらうぜ。しかし不思議なもんだ、こうして肩を並べてるのが当たり前って気がしねえか。確か、アトイだったか。あ、残念なお兄さん。この間ブリアンへ。誰が残念だ。ところで、アトイは昼飯か。うちやなくて、この子のお昼をもらいに来たんよ。帽子？頭ってことないよな。帽子？帽子か。よく間違われるんよ。この子な、クラリンなんよ。クラリン？クラリンってなんだ。クラリンはクラリンやね。生きてる？そうやね。クラリンは海の生き物やもん。言われてみればなんかぬめっとして妙に生々しく、布や皮といった材質ではない気がする。クラリンはな、ぷかぷかと浜辺に漂ってるよくわからない生き物なんよ。わかってるのは風に任せてぷかぷか浮いてて、何でもよく食べて、こっちからちょっかい出さなければおとなしいってくらいやね。そんな得体の知れないのよく頭にかぶってるな。なんでかこの子な、頭に乗るのが好きみたいなんよ。クラリン、お兄さんに挨拶な。うわ、浮いた。うん、ぷかぷか浮いてるって言ったね。いや、海で浮いてるって言ったら普通海の中でかと思うだろう。しかし本当に来てるんだな。海のそばではよく見るんやけど、この辺では見ないのけ。いや、見たことはないな。アトイの声に答えたってことは意外と知能が高いってことか。なあ、可愛いやろ。正直言って可愛いかは疑問だがな。で、クラリンに飯を食わせにって言ってたが、こいつは何を食べるんだ。何でもよく食べるって言ってたが、まさか人は食わんだろうな。あと腐肉あさりとか食べないえ。この子が好きなのは新鮮なお肉や虫とか魚やもん。たまにいたずらでしびれさしてくることあるけど、それぐらいえ。しびれさす？ほら、この触手でピリピリって。あ、危なく触るとこだった。そんな怖がらなくても、ちょっとビリってするだけやね。そうだね。ん？ああ、
確かに遅いな。どうかしたのか。あ、この子のご飯をお願いしてからずいぶん経つけどまだ来ないよ。もしかしてなんか手違いがあったのかな。仕方がない。うちちょっと見てくる。お兄さん、この子のこと見ててな。あ、お、おい。見ておいてと言われてもこいつをどうしろと。これが可愛いな。どう見ても可愛いようには見えんがね。せめて愛嬌ってものがあればわからんでもないが、どう見ても無表情だしな。プルプルプル。愛嬌か。そろそろそろ顔があれば少しは違ってくるか。結構可愛くなって女どもに人気が出るかもな。おかしい。確かこんな感じにすると可愛くなるはずなんだが、瞳も描いた方がいいのか。これダメだ。可愛いというより不気味になってきた。夜中に見たら夢に出そうだ。とっとと消しておこう。ね、つるつるして吹き面。うわ。ハクさん、こんなところにいたですか。姉様が。気持ちはわかるが、ひどい。なんなのです、あれは。クラリンだ。クラリンってなんなのです。クラリンはクラリンだ。まあ、その、なんだ、ちょいと可愛くしようとしたらな。あれのどこが可愛いのです。夜に眠れなくなったらどうしてくれるですか。そういうな。こんなことになるとは思わなかったんだ。あんなの人に見られたら大変なのです。さすがにそこまでは。とにかく姉様が呼んでいるのです。私は伝えたのです。おや、化け物め。いや、なんか正直すまん。もうお兄さん、クラリンのこと見てて言うたのに。すまん、少し目を離した隙に。でもよかったな、クラリン。可愛くお化粧してもらって。ペル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 。この子も喜んでる。クラリンってはしゃいでる。可愛くしてもらえて嬉しいやな。面倒だが、読み書きくらいできないとまずいのは確かだからな。ずっと放置していた例の問題集を消化し始めたのはいいことだが、どういう風の吹き回しだ。結構頑張ったし、今日はこのくらいにしとこうかな。と思ったけど、もう少し頑張っちゃおう。始めてからまだ半時も経ってないだろう。と突っ込むのはやめといてやるか。ハク様、クオン様、お茶が入りました。うん、ちょうど喉が渇いてたところだ。助かるよ。
ありがとう。はあ、うまい。味もさることながら、なんていうか落ち着くな。うん、おいしい。やっぱりルレティエの入れてくれるお茶は格別だね。ありがとうございます。どうしてだろう、私もたしなんでるのにどうしてもルルティエみたいに美味しく入れられないんだ。お母様がやってた通りにしているつもりなのに。まあなんとなくわかる。クオンの作るものは茶でも料理でも荒っぽいではなく、なんていうか男の料理、まずくはないんだが、なんていうか微妙だ。Hey guys, if you'd like to help support my channel, please turn off ad blocker. Also, you can donate to my Patreon for as little as a dollar or as much as $100. Also, you can look at the links below, and using those links will help support me.